こんにちは。こんにちは。さあ、今日も楽しく皆さんとお料理していこうと思います。今日の先生は料理歴があるのかないのかはちょっとよくわかりませんが、里崎智也さんですよ。はい、よろしくお願いします。さあ先生、今日は何を作りましょうか。今日はですね、皆さんの家庭にも必ずある余り物だけでできるキノコのあんかけチャーハンっていうのを作りたいと思います。美味しそうですね。はい。まあ、なぜならば、そんなに作らなくてもいいよっていうのに、あのスタッフの方がご飯を余分にチンすぎて、このご飯どうするんやっていうところで仕方ないから、もう一個料理作りましょうっていう話になって、そうですね、だから余り物でもできるっていうね、まあ、チンしてしまったからもったいないというところで、そうですそうです、しなくていいって言ってるのになんでかしちゃって、でも余ったらね、料理を作る。そうですね。で残った食材見たら、椎茸、しめじ、えのき、舞茸、カニカマっていうのがあるんで、じゃあ余ったものをすべてフルに使って、余ったものだけしか使わないです新たなもの一切ないです、はい、まあでもそれもね、腕が試されますね。そうですね、はい、まずはですね、フライパンを熱しましょう。はい、早いですね、私も温まってきましたね。そうですね、はい、あのこの水が蒸発したらですね、はい洗った水ですか。はい、洗った水です。油敷いてるのかと思ってください。これをですね、あのチャーハンをやりやすくしたかったらですね、まずはここにね、あのボウルにね、ご飯をね、入れるんですよ。はい、皆さん、こちらがポイントでございます。はい、で、あの本当はね、卵を使いたいんですけど、はい、あのなんていっても、卵を使い終わっちゃったんで、そうですね、ちょっとオムライスを先ほど作りましたので、ないんですよね。はい、だからその時に、もうこの調味料である醤油、ね、もう目分量。で塩、の感覚で、で胡椒も雰囲気で、入れて、で今日は鶏ガラスープの素も、ご飯にかけてしまうと、感覚で入れて、あと先生、油もこの中に入れて混ぜちゃうとパラパラになるので、いいですよね、はい、入れますかね。ちょっとやってみますか。私やったことはないんですけど。そうですね。はい。じゃあちょっと一通り混ぜてから。フライパンもいい感じに温まりました。やったことないですよ。火止めてますか。あ、止めてる。余熱止めちゃったんだ。でこれでね、じゃあちょっと油を。はい。まあ、入れすぎないように、はい。混ぜて。入れて。はい。ご飯に油も混ぜていきます。はいはい、こうすると。赤間さんがパラパラになるっていうね。はい、私も何かで見ました。はい、そのもう何かで見たんですよ、みんなね。はい、はい、その知恵でやっていきます。そうです。確かにフライパンには先生油ひきますか。はい、油ひきます。はい、油をひいて、はい、はい、そして先生結構いつも油多いんですよね、これ。まあでも炒めるんですよね。はい、炒めないので、ニンニクです。ニンニク、はい、ニンニク少々、はい、ニンニク少々、一かけです。はい、結構香りが立つので炒めていきます。そうそう、はい、焦げない程度。あ、ニンニクの香ばしい香りがしてまいりました。はい、そして、あ、いい香り、ネギ、ネギ入れておきます。はい、とりあえずネギを入れておきます。はい、余ってたのね。はい、ネギ、ネギで、先ほどのご飯を入れて、ガーリックチャーハン的な感じですかね。美味しそうですね。うん、あとはパラパラになるまで炒めます。はい、これヘラでやった方がなんかヘラがね、あるヘラがあります。はい、おいい、めっちゃいい量。美味しそう、マジで。ガーリックチャーハンこれ醤油を後で入れると、はい、あの偏ったりするじゃないですか。まんべんなく醤油は素人には絡みにくいっていうところで、最初に混ぜる。なるほど。でもこれ上手ですね。これは誰でもできますよ。いや、私できないです、これ。いやいや、私力ないんで。軽いですから。重い。あ、
何やってんすか何やってんすかでもね、浜田さん、はい、これができなくても別に関係ないですから、はい、大丈夫ですよ、ね、はいはい、見せるようですへぇ、まあ、できなくても生きていけるんで、そうですそうです、はい、甘い、すごい、めっちゃ美味しそうな匂い、うん、ライフライスって感じ、ね、うん、これだけでも、はい、すごい甘いな、じゃあ水分も飛ぶんだよね、はい、まあこんなもんかな、浜田さん、はい、あんかけ、あんかけか忘れた、きのこチャーハンだと思ってた、これがね、まあできれば、はい、いいんですか、味見しなくていいんですか、え、先生、味見しなくて、味見、大丈夫です、もう味見は自信が、はい、絶対的な美味しさです、はい、味見したいですか、はい、一口だけね、はい、絶対美味しいんですよね、絶対美味しいです、味薄いですか、おいしいおいしいでしょ、おいしい、いい感じ、はい、なんか塩とコショウが結構効いてていいでしょ、うん、おいしい、ブラブラを引いて、やつを全部使います、家にあるこうね、半分だけ使って余ったやつとかね、やるじゃないですか、舞茸もなんかちょっとだけ使ったけど結構余らしちゃって、うん、そのままなんかね、はい、傷んじゃうみたいなパターンもあるじゃないですか、きのこはね2パック100円、98円とかでね売ってたじゃないですか、このハニガメはなんか咲いたりとかしなくて大丈夫です、あ、咲いてください、あの実はですね、はい、あの天津飯を作るときに咲かないで使っちゃって咲くのがすごい大変になったっていう、そうなんですね、はいはい、お手で咲いちゃっていいですか、はい、大丈夫です、これ、あの本当にちゃんとテレビだとメイドしてるとダメなんですよ、そうなんですか、うん、私、新人の頃にたまに料理コーナーがあって、で、結構ギラギラにメイドしてたんで、うん、あの取ってきてくれって言われて、うん、もうそんな簡単に取れないじゃないですか、うん、でもその時は急いで行ったんですけど、またやったらまた料理の仕事が来て、うん、もうそういう時は白い手袋をはいてはめて、うん、あのやってたんですけど、もうめんどくさいと思っていつ来るか分かんないんで、うん、もう局にいる頃はもうネイルするのやめましたそれよくをしよう、ちょっと今ネイル若干してるんですけどご了承ください、まあ、だから俺ら自分で食べるからね、はい、生姜入れますね、やっぱ生姜とかね、もうほんとそのままがいいですけど、もうチューブもでも代用できますからね、はい、そして水、はい、適当です取りやすく、お肉で入れて、そうですね、はい、あ、もう完成ですか、はい、はい、じゃあこれは一緒に入れましょう、はい、カニカマもね、余ったら余ることあるじゃないですか、あります、カニがいいんですけどね、カニカマで十分です、はい、はい、本当に高いですからね缶詰でも1000円2000円とかでしますもんね、煮立ったらただ一つ多かったですね、え煮立ったら煮立ったらですよ、煮立ったらかな、煮立ったらですよ、え煮立ったらじゃない、煮立ったらですよ、初めて煮立ったら面白い、煮立
煮立たったら、はい、砂糖、はい、砂糖少々、はい、醤油、はい、お、結構入れた。日本酒、はい、ワインですけど日本酒がないんで、はい、ワインと日本酒だいぶ違いますけどね。そうそうそう、はい、人、はい、こういうのはね、もう雰囲気なんですよ、うん、後で味見すればいい話ですから、はい、足りないものを足すっていう、そう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 、ああ、いい匂い、うん、美味しそう。見た目は超美味しそう、いいですよ。どう、俺美味しいと思う、うん、美味しい、このままでいいね、うん、ちょっと味濃いめかな、うん、でも美味しい、味濃い時はね、ワイン入れとけばいいでしょ、日本酒です。本当は日本酒です、はい、本当は料理酒がいいですけど、はい、ないですよね、はい、あ、本当は日本酒で、これが白ワインなのか、はい、そうそう、はい、本当は日本酒、日本酒です、はい、料理酒がいいですけど、うん、美味しい、でもちょっとぐらい濃い方がこっちのご飯になるから、ね、かけるから、はい、よし、こんなもんやろ、はい、それは片栗粉、そうですね、火を止めて、水溶きですか、はい、水溶きじゃない片栗粉がありますけど、こうやって入れないんだ、入れ、嘘でしょ、私片栗粉を使って料理したことないかよ、浜田さん、はい、はい、やって到来出た方がいいよ。やってたらここでやりますか。いいね、材料、でも余分な材料を置かないといけない、置かない、そうだね、はい、いや難しいのだったらできないですよ。だって食べたことはあるようなやつだったら大丈夫でしょう、はい、いやでも料理センスは本当にないので、そうなんですか、はい、オムライス作れと言ったら作れますよ、得意料理は何なんですか、得意料理、もうこれだと絶対美味しくて失敗しないっていう、すき焼き、浜田さん、それ料理じゃない。それ料理じゃないです、昔、うん、あ、ロールキャベツ、あ、そうだ、ロールキャベツ、本当ですか、はい、私ロールキャベツが美味しくできる、ちゃんと、はい、包んで、包んで、はい、いやそれはちょっと作ってもらいたいですね、いやこれあれですよ、その料理対決をね、ラジオの企画でやった時に、はい、2戦目ロールキャベツだったんですよ、はい、私がロールキャベツでうまく作れるって言って、はい、ロールキャベツで対決して負けました、どういうこと。よし、こんなもんかな、あ、美味しそう、ちょっとこれにかけて、うん、たっぷり残ってる全部使ったからね、うん、なんかあんというよりもキノコ、キノコのあんかけチャーハンの出来上がりです。さあ、こだわりのポイントはどこにありますでしょうか。そうですね、余り物でもできるっていうね。はい、はい、これだって正直コストめっちゃかかってないですよ、いや本当ですね、はい、本当に余り物だけですね、はい、冷蔵庫にあってね、捨てる可能性があったものを使えば誰でもできるんで、はい、じゃあ実食、はい、ということで出来上がりました、はい、わー、でも美味しそうですね、はい、いいと思います、ぜひぜひ、はい、お先に一口いただきますね、はい、ちょっとこのあんと絡めていただきます、うん、美味しい、美味しいチャーハンのガーリック感が最高、めっちゃ美味しい、美味しい、センスありますね、聞いて、何回作ったことあるか、これ何回ほど作ったことあるんですか、今日は初めてです。いやすごい、ね、美味しいですね、美味しい、味付けもぴったし、うん、もうちょうどいい感じで効いてるっすね、ニンニクもいい感じ、うん、チャーハンも美味しい、美味しい、これチャーハンだけ食べても美味しいんですよね、いやチャーハンだけめっちゃ美味しいですよ、うん、うん、ガリックチャーハンめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、私、でもチャーハンだけでもこれいけるな、うん、あんちょっと濃かったからもうちょっと薄めてもよかったかな、ね、水で、でもまあご飯と合わせたらちょうどいいかもしれない、うん、ということで、はい、皆さんもですね、お家に必ずある余り物でこういう料理作ってみてはいかがですか、